きでございます。今回はですね、制作過程を載せた動画を作りたいなと唐突に思ったので、ヨウム様にナレーターを任せて制作過程を紹介していこうと思います。ちなみに今から作成していくのは別途 AINK サンズの BGM です。それではまず楽曲の耐久化をしていきましょう。使用するソフトはダビンチリゾルブです。ここ冒頭と同じっぽいですね。重ねてみましょう。同じような波形ですね。重ねればなんとかなりそうです。よしよし、ぴったし。音量調節が面倒なのでバッツリ切ってみましょう。ああそうか、冒頭のところも切らないといけないのか。こんな感じかな。よしどうだ。お、いいですね。後ろの調節をして、ボンボン後ろにつなげていきましょう。1時間耐久なので、しっかり1時間あたりで切りましょう。楽曲の最後の部分を元に戻すのを忘れずに。これを忘れるとかなりカッコ悪くなります。イコライザで強化低音と高音を盛りますか。バリバリ音割れを起こすので注意。それでは書き出しましょう。レンダー開始。
5分くらいで完成です。できたできた。そんじゃちゃんとできたか確認しましょう。どれだ？やばい、見つからん。あったわ。あら、もしかして。あ、これ失敗しましたね。さっきストレージ確認してみたら D ドライブの空きがなくなってました。そしてもう一回書き出しました。今度こそ。いいですね。念のために最後の部分を確認。問題なさそうですね。それでハブ ASDC ビデオエディターを使って、スペクトラムをつけていきましょう。今回はスピード重視なので前に作ったフェルサンズのテンプレートからスペクトラムを盗みます。こんな感じ。下のスペクトラムも盗んでいきましょう。よしよし。こちらのサイトから曲名と英雄の名前をもらいます。こちらのサイトでアンダーテイルのタイトルフォントに変換します。貼り付けてサイズを調節します。こんな感じかな。ちょっとスペクトラムのスケールを調節しますか。低音域を重点的に表示させてみますか。高音域を図形で隠して、バンド数を倍にしましょう。さーてとどうかな。まあまあいいかな。あとなんか微調整して完成です。ポチッとな。3時間くらいで完成です。よーし、できたできた。ちゃんとできたか確認してみましょう。いいですね。今回は動画からスプライトを摘出する作業がなかったので2ちゃんこ早くできました。あとは3時間くらいかけてようつべにアップロードして、もう3時間くらいかけてようつべ側の HD 処理を終わるまで待ってから公開します。こんな感じですね。最後まで見た人はよっぽどなもの好きなのでしょう。それではこんなもんで、じゃあの。